皆さんはじめまして、浅間と申します。今回の、ね、カリキュラムはここに書きましたように2014センター試験満点を取る選択肢をやるからと、まあ、大きく出ましたけれども、まあ、大きく出たけれどもこれ本当にやります。ただ、まあ、その代わり対象者を限定させてもらいたくて、まあ、もうすでにある程度、ね、一通りの英語の文法なり長文なり語文なりをやって、まあ、5割とか6割は少なくともできるかなって人向けに作りますので、まあ、そんなに自体で ね解説しませんので、まあ、そういう方が見るということでよろしくお願いいたします。で、まあ、このイントロダクションではそんな長々と言っても仕方がないので簡単に、まあ、解いてみた感想でも考えておくと、まあ、2014年も解いてみましていつもと同じですね。若干形式が変化してそのいらない分を除去してくれっていうのが出てきてちょっとびっくりしたけれども、それもねきちんと論理立てて考えれば根拠を持って選択肢選べますので、まあ、そのあたりも楽しみにしておいてください。でもうあとはね各大問別にあの第1回から第6回まで第7回かなまでやりますので、もうその動画を見ていただければと思います。はい、それではイントロダクション終わりです。